で、これも全部自社でやっとるっていうのはやっぱ強みだよ。で、釣りの終わりはどうするんですか。これは売ってっとんだ。これ難しいよな、これ塗らんのだろ。さりげなくこういうところに塗ってっとるわ、これ、はい、これも見積もり入ってないですけど、ここ綺麗になっとって、ここ汚かったら変です。意識高いっす。ありがとうございます。あ、そこまでやっとる。優しい。そのやれんでな、はい、これで黒字化しとるってすごいだ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。久々に勝者山口とシーリング動画撮ってますが、はい、これは何やってるか、まあもううちの視聴者だったら分かると思いますけど、プライマー塗りっちってさ、これ、はい、これお前分かると思う、はい、打ち立てですか。あらあらこれが PC だったら700円ぐらいでお客さん出しとんかな。多分それぐらいだと思いますよ、うん、ぐらいで出しとると思うんだけど、はい、これ全部わーってやっていく。まあでも LC これ、あ、これ増し打ちじゃんって思うかもしれんけど、はい、LC は増し打ちんだ。で、次回はこれこんだけ肉がついてるで、今度は打ち替えないの。今度は打ち替えですね。打ち替えしなあかんけど、1回目はこれシール打てるけど、でもね、これね、うん、この上から塗装乗せるもんで、よくさ、シールって絶対ちゃんとやんなきゃやんなかって、ちょっとナイーブになりすぎとるで、一般の人は。はい、でもこんだけ肉がつけたら、20年ぐらい持つな。この上に塗装をちゃんとすれば。はい。あ、サイディングの家ってさ、もともとこうシールの上に何も乗ってないじゃん、塗料が。はい。な、ほんまに焼き付けのままで。うん、だからこういうのがもう傷むけど、こんだけボコボコのところにゴム売ってるんだから、はい、そう簡単に取れんし、塗料で買うとかもうまさに取れないわ。大変だよ。はい。全部。これはもう、だって、こういったプライマーって、接着剤塗っとるだけだよね。はい。じゃあこれ見て、さりげなくこういうところに塗ってっとるわ、これ。はい。塗っただこれ、はい、塗ってません。うん、これってさ、お金入ってないわけよ。はい。で、本当はこの何とか補修って大規模だったらこれ値段出すな。でもこれメガネクラックやったら上からでいけるやな。これぐらいはいけますね。うん。で、あんまひどいやつはもうバキバキって割って、モルタルっていうか、そのクエモルでやるのね。形作ってから床見てみ、いっぱいの人に見てほしいだろ。もうこれ床じゃねえから。手すりだからこれ、ね、手すりが2本入ってる。これ上見て高さも違うからな、はいはい、こういう部材があって、これで手すりを作っとるわけだよ、うん、そうですね。二段手すりだけどちょっとこの高さ違うからね、はい、ここ床わかる、若干違いません、爪の分ですかね、うん、高い、はい、でこれも全部自社でやっとるっていうのはやっぱ強みだよ。強みですね。これは本当に思う。営業しかいなくて、その管理だけでもすげえ大変じゃん。うちはまあ、ほんまに育ったもんね、うん。最初の頃は苦労しちゃうから。そうですね。いいやつだけど、応援頼むもない、孫千円頼まなかったし。はい。だよな。山口さんで何年目ですか。もううち来て何年じゃん。もう10年ぐらいは僕たち。10年戦士。まあ、病院入院してたなってことぐらい。そのうちの。病院で数ヶ月程度。おいおい。これも見積もり入ってないですけど、うん、ここ塗装芯とかはこれも違うシールで、化粧のシールで、あ、これも化粧打ち使えない。あ、もう見て、もう営業とかにやっとけよみたいな感じで。いや、もう僕ら判断です、ね。あ、もういいもせず。はい。え、うん、ここ綺麗になったって、ここ汚かったら変です、ね。ああ、うん、そうだな。ここやって。あ、一応シールハンド成長したな。意識高いです。ありがとうございます。意識高いよ、ね。全然違う。ここは何？ここはもう痛んでいいよって言われてるんですけど。うん。あ、お客さん。今、いや。営業に、あ、俺もう金額も入ってないですって。はい、だけどシリコン売ってあるもんで、これ、うん、あ、本当だ、そうそう、塗料が乗らんもんで、ペラッとでもウレタン塗っといた方が、あ、でも取れへん、まあ、後々は取れるんですけど、塗らんよりはまだマシだと思います。あ、これでもだいぶやべえじゃん。取れるとこは取ります。これね、シリコン売っちゃってほしいって、これ自分でやったんか、塗装できないシールを売ってるってことですね。そうそう、シリコンが、はい、うん、これ前よう分かるだろう。よう分かります。安いからこれ買ってくるんです、多分。そうやからたまに浮いとるとこあるんですよ、これが、うんうん、そこは見てシールって言ったんですけど、浮いとるもんで違う業者にこれじゃあ剥がれてきますよって言われて行ったの。ホーム販売とかそういうのがな、はい、煽られてちょっとこれだったらいいよって、こう10万円ぐらいでやっとくよって言って、キャタツ1個でペペペってやってって、俺だろ。言いますね。お前そういうことやったろ。いや、まあやってましたけど。こんな格好の餌だろ、僕が。こんなんは僕打たないですよ。しかもこれ割れとったやつちゃんと多分打ったけど、意味ねえみたいな感じの。こんなんやらないですよ、でも。生もん、そう。生もれというか、多分、後々剥がれて落ちてきますよって。ああ、そうだな。
ったら板腐っとるもんね、こうビスってやるけど。浮いてる、浮いてるっすね。あ、ほんまっすね、ビス効いてないっすね、そこ。効いてない。ここにビスがね。はい。効いてないもん。うん。浮いてるわ。そのほっといたこのビスだけ残って、サイディングだけ落ちてくる。ああ、煽って。あ、でもこれほんとやばいな。うん。効いてない。これ社長直したとこちゃうんですか。これ爆裂して。山口これ直してくれたの。ここ下地処理やってくれてるっすね。あの昨日のはい補正ここと。おお。この見積もり入ってないよ。これも入ってないです。あ、そこまでやってるじゃん。優しい。これ取り取ったもんで。プロってそうだよな。はい、よくお客さんが俺も昔言われたもん。はい。そのプロなんだから足場かけてさ、やっぱ気づいたの。お金かかるんだからかかるって言ってよなんだよ。はい。でお金かかもらってないの。もらってないと思います。うん。もらってみたいかな、別にちょっとこういうのあるもんね。なかなかこういうのってやついねえぞ、YouTube だけアピールばっかりするけど。はい。いや、本当にいいと思うよ、こうやって。はい。あ、綺麗に。はい、営業じゃやっぱ気づかん部分ってあるよ、職人じゃないかな。それってあるよな。はい、プロじゃないと見て、あんで足場かけたら浮いとるとかさ、割れとるとかさ、あ、浮いとるでちょっとなーとかさ。そういうのはよくあります、ね、そうそう、見積もりは絶対出せない、こんな。で、営業マンなんか一軒行って現状して細かく測って、測るのは簡単だよ、はい、で紙に書いときゃいいけど、でこういうとこもあるでって写真撮っときゃいいけど、見積もりを月に15件20件書かなかったんだろ、はい、まあ、こういう木点とかはまあ塗装で撮ってくれるからな。そう、でもこれこんだけ浮いとるで水入っとるんだろうな。カース吹きかけてから削れるだけ削ってから下塗り入れて、うんうん、これ木点がさ浮いてきとる、やっぱ水入っとるだろ、上から入っとる。状態悪いですね。状態悪いな。やっぱ水が ABC かどこから入ってるか、上の火災から入ってるかだよな。なんかお前と仕事話してるから気持ち悪いわ。お前は最後で俺を終わりとる方が楽しい。YouTube 的にはな。いや、真面目な。本当には真面目な話しろって言っとったじゃないですか。本当にでも心配の声多いんで、本当に気をつけてください。まだあれ上がってないじゃん。お、疲れた。はい。おぉ。こう、手釣りの終わりはどうするんですか。これを売っていっとんだ。あ、はい。こういう手すりのあれはどうするの。これ難しいよな。これ塗らんのだろう。はい。元気やばいぞ。うん。これ写真撮っとこうか。はい。もしかしたら今後防水やるんやったら上に防水する見積もりになってんのかな。防水もついてる。どうなんや、ベランダの中しそうじゃないですか、ちょっと、うん、状態もあれなんで。これは何、テープ貼らずにやってるんだね。マシ1だね。そう久々に掴むと取るな。はい、やる気大変だわ、お前の親分。はい今、はいって言ったら、ね、じゃあ俺は何がしたいんだよ、はい、こういうさ、こうメーターだけでさっきさ600円、700円、はい、500円って言ったけどさ、儲かるでしょって思うけど、こういうのも全部ほらエアコン外して、はい、指見て、あんな3本4本指使うことってある？ないで、ないです。好きな全部色々あったって、はい、それプロしかないで。でよく言う、まあ、毎回言うであれだけど、あのカートリッジ使っとる塗装屋さんとか、まあ、塗装屋さんあえてこうやって材料はあれ、あ、全部出てきとるんだな。塗ったわけじゃないよ。塗ったのはガーネ塗るから。はい。で、あれが出てきとるのは残りだよな。はい。鳴らして。だけど、あれまた戻せるんだよ。はい。カートリッジだったらこれがロスになるんですね。これだってもう数百円分だろう。カートリッジだったらまあ1本だって350か400、500かある。で、俺らは使ってもらうんで、特にそのカートリッジじゃないと2液だね。2液だろ。そうです。2液ってわかる。使いたがらない今大手とかもあるけど、何って言ったら効果不良を起こしやすいから。はい。だけど結局きっちり攪拌したら別にいいことだし、全然チェーキと2液だと絶対2液の方が強いもんな、はい、そりゃそうだろう。シャンプーインリンスとお前シャンプーとリンス別々だったらお前絶対シャンプーインリンスより、はい、シャンプーとリンス別々の方が良さそうっすね。良いだろう、間違い良きだろう、はい、いやもうそれは今のでも例えだんだん良くなっとると思うけど、シャンプーインリンスもそうじゃん、だんだん良くなっとると思うけど、はい、シャンプーとリンス別々のやつもどんどん良くなっていくから、はい、それは違うで、はい、そ
な。はい、でも社長、今の例えめっちゃ僕に刺さりました。これうち のスタッフが用意してたの、はい、あの営業がな、はい、お客さんに説明するのに、ここまでやってそのやれんでな、はい、これで黒字化しとるってすごいだろ。すごいです。じゃあこの教育と職人集めたらどんだけかかるの。一人1000万かかるとか言っちゃうやろ。はい、だってやりなくてね、やってお前10人やって1人残らんの、はい、それも全部だよな、はい、やっとちょっと使えるようになったのみんなやめてくるの、はい、おお、これが柳脇よ。これに物言ってきたやつよ。まあ物言いや、はい、手がちです。まあプライド持ってやってるってことはいいことだしな。あれが何も言えんじゃな。あの自分が正しいと思うとか何でもいい、正しいと思うと言って、でもやっぱりいろんな人にアドバイスとかぶつかったりして、あこれは俺を変えた方がいいなって47年間生きてきてるわけだろ。生まれてくるからこう考えられちゃうじゃん。そうです、うん、でも自分の意見は言えんかったらいいのここまで言ってないもんな。あっとるが間違っとるが自分が正しいと思ってることを言えたから今があるからな。ここもやるの、ここもやるの、はい、だけど結構割れとるやつだったろ。カサギちょっとどう対応するか。まあウレタンできる。なんかお前チューニングなんかできるけど、エポキシアレルギーできる。昨日もケーモル触ったらもう指、ケーモル、ケーモルもダメ。荒れるんですか。荒れて痒くて、ね、シールはシールはいけます。あのそうですね、エポキシーが入ってなければいけるんですけど、エポキシーが入ってるとダメだ。ダメだ。あれよ、すごいひどいな。ひどい。それなら星がやっとたんだ。星がやっとたそれなんで、そのシールの方をメインで、うん、やらせてもらってて、はい、もうこれだんだん上から上から攻めていくんだろ。上から攻めていきます。うん、もう元々前シール何年やったの。計今3年目か。お前はしかし、まあ、真面目やな。俺、ね、高校とか大学行ってる。ここも高校は5年間の看護学校行ってたんですけど。看護部だ。看護部入ってます。なんで、もう女が可愛いから。マジで。下心だろ。はい。下心だろ。それかしら。異例だよね、看護学校行って。看護学校。まあ、家が、姉ちゃん看護師の、うん、お母さん介護士、兄ちゃんも介護、でお父さんだけ漁師って感じで。親は漁師なんだ。あ、だから血の熱いところと優しいところを兼ね備えとるな。ですかね。そうだもんな。あ、こいつがこんななんか怒ってくると思わなかったもんな、ね、うん。思ったろう。そうじゃないと意味なんか出れんだろ。命上がってるんだ。うん。さあ、そうだぞ。言っとるとか間違ってどういう意味だろう。自分が正しいと思うこと、続きするだけだろ。いや、それは男だぞ。そうそう、でもそれいいんだって。そっちの方が正しいことが多いんだよ。ああ、うち、正しいこと一回もやってないから、こいつ。本当にそうじゃない。こいつなんか正しいことやってないから、でも、薄情じゃないじゃん。サラリーマンでって感じじゃないじゃん。お前、仕事しろよ。金発生しとんだろ、お前に喋りかけてねえときは仕事しろ。危ない、危ない、危ない、足場上でそんなことやだよ、お前。バカみたいにふざけんな、お前。はい、視聴者の皆さん、はい、作戦の現場動画はどうだったでしょうか。はい、面白かったね。俺もたまに撮ると面白いな。面白いです。自分のところの YouTube で自分たちの宣伝ばっかりするのもあれですけど、まあ本当に一般の人が見てるならまあ言いたいけど、もうマジでここまで作るのに、まあこちらからしたら俺らが働いただけなんだけど、その経営理念も大変だったよ。はい、だからこれだけのシーリングは持ってるとこあるって、年下さんはないよ。規模がないとね、できんしな。毎日仕事続かんから。はい。仕入れなんか20日間の間の、たった2、3日じゃん。そうですね。足場でもそうなの。20日間のうちのたった1日2日だから、足場。はい。追ってもだもんで、協力業者の集まり。まあだからな、一人だけど。メインの塗装屋とか営業マンみたいな、営業で仕事を取ってくるところがあって、うん、その下に協力業者。協力業者があるよな。まあそれが基本だよな。そうなっていくとやっぱ、協力業者なんで、細かいとこまでやってくれないな。他の現場と重なってきて忙しくなってくると。そうだな。パパって逃げてくし、まあ、金額で合うようにやってる。見て見ぬふりする。まあそうだな。そこはある。はい、それはやっぱ大きい。まあもちろんその協力業者でも、鍛え込んでいい業者抱えとるところもいっぱいおるけど、便利だけどダメとは言うわけじゃないけど、まあまあそれは強いよ。絶対的に。はい。はい。じゃあ皆さん、
外気塗装の見積もり以来、最近ね、ガソリン代、あ、そうそう、俺、足場のね、これ、本足になるね、この足場もう違法になるからね。はい。来年の何月だったかな。だから、足場の値段確実に上がります。絶対に今です、塗装は。まあ、うちにやるやらんは別として、で、どこまで他の塗装屋さんがやるかわからんけど、これからもこれ違法になるから。はい、足場かかってるだろう。なんで、ぜひね、まあ、うちに依頼するだけじゃなくて、全国的だけど、俺は愛知名義行くと、横浜、横浜店はやれるけど、はい、横浜エリア結構動けるんだけど、横浜たまに行ってます。お前行ってる？横浜店。行きました、マスチないの？家を？仕事しに。あ、マジ？家を？行ったの？職人足りんもんで来てください。お前家を？酒飲んでお前バカみたいなこと任せらんねえで。はい、一緒にやります。じゃあ、皆さん。チャンネル登録いいねよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。また見てね。飲むなよ。